どうも、生涯収支マイナス1億円分です。本当です。明日、菊花賞なんで、ちょっと菊花賞の予想をしたいと思います。本気予想。なんですけども、僕は本気で予想しますが、いかんせん僕は生涯収支マイナス1億円分なんで、来ません。僕もいつも通り本気で予想しますんで、皆さんはぜひですね、僕の本命馬を消してください。消去法予想に使ってください。菊花賞の本命馬は、3番タイトルホルダー。決闘的にね、結構3000いけるんちゃうかっていう。長距離いけるんじゃないかっていう決闘ですし、で、相手がですね、2、5、9、14、17、18。まあ、金額はそうですね。まあ、1.600万円ぐらいですかね。はい。というわけで、菊花賞皆様、ぜひね、楽しみましょう。どうも、生涯収支マイナス1億円くんです。昨日の動画でですね、菊花賞の予想をさせてもらいまして、本命馬がタイトルホルダーで、馬連で、で、今日予想が的中しました。変えてません。変えてません。ほんまに来ると思ってなかった。いや、ていうか、なんですかね、すいません。昨日は本気で予想したんですよ。で、もちろんめちゃくちゃ自信もあったんですけど、なんか、生涯収支マイナス1億円分なんで、あ、どうせまた俺負けるんやろなっていう、なんか思ってしまってた自分がいてですね。レース中はラジオの収録をしてまして、はい。で、そのラジオの収録中にですね、一瞬ね、なんか肺がものすごいね、ズキーって痛む瞬間があったんですよ。で、別に僕病気してないですよ。でも、ズキーって痛む瞬間があったんです。なんか、バイキンが針で僕の肺を刺すみたいな痛みがあって、パッと時計見たら、15時44分でした。まあ、おそらくその瞬間にタイトルホルダーが1位で入選したんかなっていう、悪い知らせを聞いて、その時から嫌な予感をしてたんですけど、ラジオ終わってから結果を見ると僕の昨日の予想が的中していて、まあ、昨日の動画でもし買うなら 1.600 万円ですかねって、まあ、冗談半分で言ったんですけど、もし買ってたら払い戻しが1億4500万円やったということで、お母さんに電話しました。すごいパニックになってですね、とにかくまあ馬券は買えなかったんですけども、でもお札に4本足が走って回る、競馬は立派なスポーツだと思うんで、これからもね、生涯収支マイナス1億円くんとして、ちょっと取り返しに、1億円取り返しに行きたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。